この道楽ね、お金かかんない。ただ。ただ。うん。誰の役にも立ってないけど、夢中になれる。上限がそこそこ一点と。自分のね、キーにね。440Hz かどうかは知りません。ギターに向いてる向いてない、今日あったかかったからかな、それとも一日これを飲んだからか、昨日の夜と今日の夕方飲んだんだよね。まだ飲んで、半分飲んでないけど、今日あったかかったからね、こればっかりじゃないと思うけどね、そう思いたい、うん、あったかくなる、なれば酒なんかいらないんだと思いたい。甘がねえよ、ほんなり。ね。だけどさ、ね、若者の皆さんにさ、諦めるなぁなんつっても、またさ、24時間さ、お酒を飲まないと生きていかれないんじゃ嫌だな。うん。そんなの生きてる感じしないじゃん。読めればいいんですよ。でもこう直近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 切らなきゃなんなくなってさ、いいよ、ここで切ってまた生えてくるっつうなら、というわけいかないじゃん。でもさ、これを喋ってさ、誰かの 何かになるってことはないけどさ、まあ少なくても俺があと何年生きれるのか知らないけどさ、まあここにね、住んでいられればいいけどね、まあそれまではこんな感じでやれるのかなとは思うけどね、うん、まあ独居老人でお金がないからさ、とりあえずビールとかさ、今度の休みにどこそこ行こうよってないからね。でもやろうと思えばさ、じゃあ今日は箱根まで歩いてみようかなってね、うん、歩くと痛いからね、足がね、もうで転ぶしさ、いいんだよ、行って帰ってこれるんなら、行ったっきりそんでおしまいなんてなっちゃうかなと思うしね。でもさ、やっぱり、あ、そうそう、ゆっくり系のでやってたよ、YouTube ショート。ガンでね、死ぬ人一番多いんじゃないんだって。うん、ね、世の中で一番ガンで死ぬ人が多いかなと、40万人ね、37万人毎年ガンで死ぬよりね、多く死ぬのがね、中絶だって。うん、びっくらこいちゃったね、うん、そうですかって。だってさ、やむにやまれない場合もあるじゃん。
リッチラコーンにやられちゃったっていうこともあるじゃん。コネあり、つてあり、金なし、食なし。何しに来たの？かっぱらえばただじゃん。ギッチラコー、ギッチラコー、ギッチラコー。お客さん、どっからお見えになったの？俺、後ろからプスってやられる感じがするな。拾ったばっかりの夕日の赤が水平線から漏れている苫小牧発仙台行きへり、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ。おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出し、戻るたびに日が沈んでいく。今日もあの言うとちょっと23時58分February 13th, 2024 Wednesday evening 11:58 PM 18 degrees of Celsius。タクちゃんの歌なんか思い出せないんだよ。もう悲しいよ、あんた。もうやめてってぐらい歌ったんだから。それが今できんのね。ほんのちょっぴり。結婚しようよとね。落葉と。そんだけかね。これこそはと信じられんものがこの世にあるだろうか。信じるものがあったとしても信じないそぶり。空を飛ぶのは鳥に羽があるから、ただそれだけのこと。足があるのに歩かない俺には羽も生えやしない。長いんだよ、この曲。すんごい長いの。You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and work. Be a
僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら約束通り町の教会で結婚しようよ。ああ古いギターをポロンと鳴らそう。白いチャベルが見えたら仲間を呼んで花をもらおう。結婚しようよ。もうすぐ春だ。ペンキを買ったりお花畑の中を散歩に行くよ。そしたら君は窓を開けて肉を見せる。僕のために僕は君をさらいに来るよ。結婚しようよ。今日も一日終わりました。 0-0-4 さよなら、ね、さあ寝ましょうかね。明日楽になってればいいな。これ飲むの？でもね、写真がさ、まあ撮るだけ撮っとけばさ、もう外出できなくなってもパソコンでさ、加工してさ、たださ、もうね、なんだっけ、なんだっけ、Adobe Creative Suite っていうのがさ、まああれ認証が終わっちゃったからね、チャンネルがいしてくれないんだよ、Photoshop で。本当やりたいことのね、9割方はできないからね、うん、CMYK とさ、RGB のチャンネルでね、加工していけるんだけどね、もうそれはもう夢のまた夢、うん、でも、まあそこそこのことはできるかなと思って。CMYK チャンネルね、RGB チャンネル、あれをいじくれればね、思うようにできんだけどね。エレメントだからね。あとトーンカーブもさ、使えないしね。あのプロ用のは簡単にできてんだよね、本当に。だからもう少ししてさ、暖かくなって写真をね撮ったら、
今度は写真を皆さんに見てもらおうかなと思うけどね、果たしてそんな日が来んのかなって感じ。結局さ、加工って時間かかんじゃん。ギターはさ、上手にできても上手にできなくてもさ、弾くことが楽しいからね。まあフォトショップの操作もいじくってんのも面白いけどね。でもさ、やっぱりね、人物を撮りたいね、またね、人物を。今難しいからね、何でもかんでもさ。日本人がやりたいことはみんなやっちゃいけないって言われてんだよね。金もね、仕事もね、つてがあるから来ますっていい加減にしてもらいてえな。いい加減にしてもらいてえよ、本当に。それでさ、日本ってさ、諸外国の方がお見えになってさ、実力を発揮しにくい国なんだよ。英語ならさ、26文字覚えるだけでいいじゃん。日本はさ、漢字いっぱい覚えなきゃなんないじゃん。で、音読み、訓読みやんなきゃなんないじゃん。中華人民共和国は、音読みだけしかないんじゃん。二名ほ。トイチェン。ね。さよなら、さよなら、こんにちは。あれもね、また久しぶりにやろうかなと思うんだ。横浜デイリーカンバセーション。お前これもそうだ。英語でね。英語で。海外からお見えになってさ、ね、インスタグラムでさ、今勉強、日本語の勉強してんだって どっかの国の方がさ、帰ってきて、こうだよって教えてあげたの。ほんで、ね、英語の O のスペルね、O あるでしょ？あれは、O って発音しちゃダメなんだよって、日本来たら。お父さん、お母さん、おはよう、ございますって言っちゃダメなんだよって。ね。お父さんじゃなくて、お父さん、お母さん、おはようございます。発音記号のこうなんじゃん。C の逆さまのやつさ。お父さん、お母さん、おはようございます。それ教えたらさ、今日の今日まで知らなかった。その人一人には役立ったよ外国人の方がさ、外国人って言っちゃいけないの？諸外国からお見えになった日本人じゃない方って言わないの？長いじゃん、電卓じゃんね。ダメなの？じゃあさ、カナダ人がお見えになったときさ、カナダ人さんっていうの？名前のわかんないカナダ人さん、何してきたのって言ってもいいわけ？そんなら当たり障りがなくて OK なの？大韓民国人さん、何しにお見えになったのって聞いて当たり障りないの？いや、僕たちは韓国人です。韓国ってどこにあるの？朝鮮半島南部です。それもしかして大韓民国って言うんじゃないの？そうとも言います。なんで端折るの？端折らなくてもいいんじゃないの？ United States of America はさ、USA でいいと思うんじゃない。あ、ほんでさ、俺が入院してたが、入院する前ぐらいかな、日韓なんだっけ、日韓共同開催サッカー、なんだっけ、
ワールドカップとかいうのやったじゃん。ね。やったじゃん。あの時さ、テレビ大写しになってさ、ドラヤ太鼓でさ、テーハミングダダッカダッダ、テーハミングダダッカダッダってやってたよね。あれ一瞬でなくなっちゃったけど、なんで？バレちゃったからやばいな、なったわけ？え、中村さんってテーハミングだったの？ってバレちゃったからやめちゃったの。だって自国のさ、祖国の選手を応援するときにさ、大ちゃん、大ちゃん、大ちゃんとか格好つかないじゃん、やっぱり。テーハミング、ダダッカダッだってやればいいじゃん、またね。なんでやんないの。俺がテーハミング人だったらやると思うけどな。いや、君はさってね、安直に簡単に言うか知んないけどね、風当たりが強いんだよ。なんで？だってカッパライバーただじゃん。